このような質問を頂戴しております家事とか冷蔵庫とか女性向けが多いですが男性側の視点で書斎書籍工具などの断捨離テーマはありますかまた妻は嫁いだ家のものは執着なく捨てられるであろうが夫は日本の伝統的な家柄の記念品は捨てられないそれを捨てれば幸せになれる本当に 少し断捨離の意味を女性本位に偏らせていませんか片付けができない女性が夫の断捨離を要求する場合の対処とかのモデルケースはありますかこのご質問自体がね、断捨離自体はちょっとジェンダー問題も絡んでいることは確かなんですが、この質問自体がね、私もどうしてこういう質問が出るのかね、疑問に思った次第ですね、お答えさせていただきます。ご質問ありがとうございます。 言うまでもなく、断捨離は女性だけに限定されたものではありません。年齢、性別、職業、もちろん地位、経済状況に関係なく、誰もが実践可能な自己探訪メソッドとして山下が公案開発し、そして提唱しているものです。片付けは断捨離という業法哲学への入り口という位置づけです。 けれど、この入り口でつまずいている人がいかに多いということですね。いえ、入り口どころか、入り口にさえたどり着かない人が大勢であることも確かです。なぜなら、自己啓発を学ぶ意欲のある人でさえも、自分自身の日常の住まいのありさまには無意識無自覚、あるいは無頓着で、その住環境から自分がどんな影響を 受けているかに気づいていない場合が多々見受けられるから。ならば今一度断捨離のヒールドを確認しておいた方がいいですね。断捨離は徹底的に日常を扱う。断捨離は物事人との関係を扱う。断捨離は物空間意識を扱い、スタートは物から。結果、家事という生きていくための基本、基盤である日常での 営みに焦点が当たります。つまり日常の営み、物との関係から気づきを深めていくメソッドです。言い換えるならば、日常での毎日の営みで気づきを得られなくして、それ以上の気づきをどこで得られるか、それを疑問視していること。私たちの人生はこの3つで成り立っています。設計、運営、管理。 設計、運営、管理。つまり、それは取りも直さず、仕事にも家庭にも全てに通じること。人生の設計、仕事の設計、家庭の設計。人生運営、仕事の運営、家庭の運営。人生管理、仕事の管理、家庭の管理。どれも同じこと。これらを別の次元ごとだとしてはならない。と、断捨離の山下は考え、伝えております。 ところで、設計運営管理。この三つはどれも大切なことでありながら、一番おろそかになること、一番疎んじられること、それは管理です。そうですね。維持、管理、メンテナンスケア。これが私たちが一番苦手とすること。なぜならそこには生産性がないと思い込んでいるからですね。 断捨離の課題、断捨離の目論みは、この一見生産性が見えない維持管理、とりわけ家事という維持管理行為に高いクリエイティビティを見出していくことにあります。この日常の営みに高いクリエイティビティを発揮する優れた感性があってこそ、仕事でも人生でも同様に発揮できるのです。断捨離を片付けだと見なせば、 あなたの断捨離は片付けの息を出ることはなく、断捨離を人生を変えていくものだと考えれば、あなたの人生は変わっていくに違いなく、断捨離を自分が作り上げていく、両方哲学として実践を重ねていけば、断捨離はあなたにとって生きる指針、すなわち人生の哲学となって機能していく。これが山下が繰り返しお伝えしていること。そして、捨てて、 幸せになれる本当にというあなたのご質問への答えでもありますね。この書籍洋服の断捨離を本体無料で 送料、手数料550円で送らせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンのをご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。そしてテレビをご覧の方はこちら QR コードからぜひお申し込みください。お待ちしています。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらに お得な情報はここからゲットしてくださいね。